卓球のアジア選手権は12日、カザフスタンのアスタナで女子シングルス準決勝が行われ、世界ランク7位の張本美和、木下グループ、ラドー9位の伊藤美馬、スターツとの日本人対決を、11から8、11から6、11の13、11から8、3対1で破り、決勝進出を決めた。女子団体との2冠をかけて、 十三日に二十四年パリ五輪混合ダブルス銀メダルのキム・グムヨン、北朝鮮と対戦する。キムはリ・ジョンシクと組む二十四年パリ五輪混合ダブルスで張本智和、早田ひな組を一回戦で破るなど勢いを見せ、銀メダルを獲得している。張本美は四回戦で異質攻守型のマニカバトラ、インドを、十一から八九対十一十一の七十一から五三対一で下し、 八強入り。準々決勝では、世界ランク六位の珍光道、中国、を、十五から十三、六対十一、十一の八十三から十一、三対一で破って、伊藤との準決勝に臨んでいた。また、木原美優、木下グループ、特務女子ダブルスでも四強入りを果たしている。